人気の方は前半戦は人気をかぶって敗退いたしました1号手の土屋智則連軸中心市に押されています。 開催初日の最終競争は桐生ドリーム戦充実野菜競争第12レースの開始を迎えています本番レースは4号艇の吉川晃生もピット離れ5分に出て現在は定番順の並びとなっています第12レース対戦の6選手1号艇群馬土屋智則2号艇が徳島の林義則、3号艇福井の松田優樹、4号艇滋賀吉川昭生5号艇群馬橋本久和そして6号艇滋賀の君島修造以上6メンバーの対戦です 地元勢はともに前半戦人気をかぶって後輩等を提供という形になってしまいましたが巻き返しを期してここも因線1号艇の千谷智則人気の中心に押されています2コース2号艇の林義則前半第8レース追い上げての3着3コースには3号艇の松田裕樹ですこのメンバーの中では最若手ということになります角に引っ張って4号艇の吉川紀を第9レース因線で勝ち星5コース 地元二人目橋本久賀最アウトロ工程の君島修造枠なりの三対三でオレンジの12秒針が回転を始めています左横風1、2メーターとなっています競争水面最終の進入隊形枠なりの三対三進入体形インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の体形スタートいたしました

2番手の不調か上位の体勢は1番、4番、3番の体勢となってレースはこれから2周目トップと2番手の定番2停進半ぐらい2番3番手の定番は一定進半から2停進ぐらい内をついて2号艇の林も接近です。 1>, 1号艇先前体勢そして2号艇がち4号艇握って最内野から3号艇切り込んで上位の体勢は1番4番3番の体勢トップと2番手の定間2停身半ぐらい単独2番手に4号艇の吉川浮上その後は2停止半の3号艇の松田行き3番手に交代その後は2停止され2号艇の林が現在4番手後方5番6番という体勢です1番4番3番の体勢が固まりつつありましてレースの方はこれから最終周回です ここは引線を仕切りました1号手の土屋智則2番手、追走4号手の吉川京3番手、見せ場十分でありました3号手の松田後方は2番、5番最後方6番という体制でありまして今、前提600を切っています。 前半戦もインコーススタートだったんですがまくられて4着でありました1号艇の土屋智則しかしここは巻き返しを期してトップを回送二2番手追走、4号艇の吉川開催初日このままいきますとワンツーとになりそう3番手は3号艇の松田2連単の145.7倍3連単14317.5倍を示しています後方2番、5番、6番という体制ラストンマーク全速でクリア1号艇の土屋智則2番手追走、4号艇の吉川晃生3番手には3号艇の松田祐希希龍ドリーム戦充実野菜競争第一四三の体制 5着4号手、吉川豪人3着、3号手、松田豪人後ろは2番、5番最後方、水がきまして6号手の君嶋6着で合流です。